シリーン地図 Google マップ高知城代表文章、丸2歳3つ、柏・土佐が岸は高知城は、高知県高知市にある日本の城。別名高城。江戸時代には、土佐藩の藩長が置かれた、江戸時代に建造された天守や本丸古典、おって等が現存し、城石は国の史跡に指定されている。日本百名城に選定されている、高知市のある、 高知平野のほぼを中心に位置する大高坂山城に築かれた、はしご式し平山城で、山の南を流れる鏡川、北の江の口側をそれぞれ、外堀として利用されていた。戦国時代以前には、大高坂山城、または、大高坂城と呼ばれる城が築かれていた。現在見られる城は、江戸時代初期に、土佐藩書大藩主、山内和豊によって着工され、 二大中義の時代に完成し、土佐藩長が置かれた。三層六階の天守は、和豊の前任地であった、掛川城の天守を模したと言われている。和豊により、川中山城と名付けられたが、高知山城棚を変えた後、現在の城名となった。高知城は、本丸の建造物が完全に残る唯一の城として知られている。明治六年に発布された。 廃条令や太平洋戦争による戦災を免れ、天守、御殿、お手門など15棟の建造物が現存し、国の重要文化財に指定されている。現在これらは、高知県の所有物となっている。また、この15棟の現存建造物に加えて、土佐山内科法を持つ資料館に、牛虎櫓の一部であると伝わる部材が収蔵されている。 城全域は高知公園として無料で開放されているが、店主及び本丸五店への入館は有料となっている。城の周辺には高知市役所、高知県庁、地方裁判所、地方検察庁などの行政機関や司法機関が立ち並び、高知県の行政の中心地となっている。また、城内には、和ずとよと妻の地を、 板垣大助の銅像が立つ、大高坂山には、高知城の前身として大高坂山城があったと、される。付近の豪族、大高坂氏によって築かれたとされるが、定かではない。記録上では、大高坂松尾丸が居城したことが知られている。松尾丸は、南阿方につき、延元三年には、五大五天皇の、 第七志、万両新王を迎えている。しかし、広告2年、松尾丸は、北朝方の細川禅城、佐伯吉爪貞と戦って敗北、大高坂山次郎は落城した。その後文献に、長なく、敗城となったと考えられる。天正15年、長我壁元親は、豊臣秀吉の九州征伐従軍から帰国後、大高坂山に再び城を築いた。 ただし、天正十三年には、元親がすでに、大高坂を本拠にしていたとする説もある。天正十九年、水はけが悪かったため元親は三年で、大高坂山城を捨て、桂浜に近い浦戸に、浦戸城を築いた。ただし、元親が、大高坂山城を捨てたとする見解は、山内氏支配下の江戸時代の二次資料で、 初めて登場したものであること、裏土壌の規模の小ささや裏と移転後も、大高坂周辺の整備が進められていた形跡がある。ことから、裏土壌は、朝鮮出兵に対応した一時的な拠点に過ぎず、大高坂山城の整備も引き続き行われていたと、する説もある。高知城江戸慶長6年、関ヶ原の戦いにおいて、元親の子、上心は西軍に組みして改役された。 代わって、山内和豊が掛川城から転入し、土佐国一国二十四万二千国を与えられ、浦戸城に入った。慶長六年八月、浦戸は城下町を開くには狭いため、和豊は長祖壁氏が一旦築城を断念した大高坂山の地に新城を築くこととしたが、同地は浦戸湾に面した地のがあるが、当時、地周辺はが広がるデルタ地帯で、 長祖壁氏が断念したほどの水害の難所であり、山内家の技術では困難が予想された。和豊は関ヶ原の戦いでの罪人とされ、京都で実況処分となっていた都土綱家の斜面と雇用を徳川家康に嘆願し、これが認められた。和ズと東京大海の出身の都ドは、石垣技術に優れた大海阿の衆を配下に持ち、 追記技術に優れていたと伝わる。六千国で飯抱かかえた都度を総武業に任じ、追記と城下町整備の前権を委ねた。翌月より、都度は大工島、単屋頭、築壁作り頭らを率いて、大高坂山に、本丸の造営と城下町の整備のために、鏡川、江ノ口川など川の治水工事に着手した。木材は、同国内から、石垣は、 裏土壌のものも流用し、瓦は髪型に発注したとされている。その他専門の職人は大阪から雇用し、人足には山内外科診断も利用された。子供も工夫として参加させ、賃金も支払われた。1日の参加人数は1200人を超えたと伝わる。冬の寒い時期は火遊などの炊き出しを行い、 月の明るい夜は夜通しの工事も行われた。慶長8年1月、本丸と二の丸の石垣が完成。旧暦8月には本丸が完成し、和豊は9月26日に入場した。この際に、新如寺の僧、在川により、川中山城と改名された。慶長15年、度重なる水害を被ったことで二代目藩主中義は、 川中の表記を変更を命じ、竹林寺の層、空境によって、高知山城と改名した。この時より後に省略されて、高知城と呼ばれるようになり、都市名も、高知と呼称されるようになった。慶長16年、南関であった三の丸が竣工し、高知城の縄張りがすべて完成した。京方12年、高知城下は大火に見舞われ、城は、追っても二以外のほとんどが消失した。 現在見られる建造物の大半はこの後に再建されたものである。天守古写真天守天守南北に千鳥ハフ、東西には東ハフを付けた安土桃山時代の様式である。最上階の高覧は徳川家康の許可を得て作ったものと言われている。創建寺のものは享保十二年に消失し、 延響4年に消失以前のものを忠実に再建されたものと言われており、高欄を設けるなどのやや古風な景色をとっている。独立式暴老型よ絵6階、一重目の屋根を腰びさしとして36階と数えられることもある。窓は土地を窓と、弁後窓、天守台がなく、本丸状に直に礎石を式後天に隣接して建てられており、 このような本丸を最後の防衛拠点とする構えは、慶長期の城に見られるものであるという。平面寸法は、初層と二層を、層二階づくりで八軒六軒、三層と四層を島四方と、四、五層と最上層は三軒四方である。高さは18.5メートル。国の重要文化財に指定されている。 本丸五殿天守に隣接して作られている。築城された当初、二の丸五殿ができるまでは、和豊と検証員が暮らしていた。追手門門の入り口は、マス型の巨大な石垣で囲まれていて、敵を三型から攻撃できるようになっている。江戸時代からの現存である。鉄門跡かつては二階建ての門があり、鉄板を打ち付けた扉があった。門を入ると、マス型になっていて、 爪門へと続いている。爪門本丸とその北側にある二の丸の間に、かけられた矢倉門で、二階は二の丸と本丸を結ぶ、廊下橋となっている。一方、一階部分は、敵がまっすぐに通り抜けられない構造で、東側の入り口から入ると、本丸西側の梅の段に抜けるように作られており、本丸につながっていない。その谷の丸には、 発掘で見つかった長祖壁時代の石垣がコンクリートで補強され残る。金月軌の鐘は京宝4年の鐘。金月軌は二の丸、後に太鼓丸に移り、現在の場所は戦後の移築による鐘とともに入りもや三号四派部の貴重な遺構である。天守重要文化財指定は以下の十五棟。高知城後1959年6月18日指定。 所在地ほか、付近に多数所在にの丸以下は、終日立ち入り可能。高知城店主、海得官、開館寺官僚金利用情報収返上内には、関連する人物の銅像がある。ありがとうございます。